から。私は毎日21時からうちのライブという配信アプリで配信してます。僕はその頃を見計らって撮影部屋に来ます。みやびです。今日はナイトルーティンを撮ろうかなと思って、いろんなカップルナイトルーティン投稿してるじゃないですか、うん、ビジネスカップルのナイトルーティンってないなと思って、うん、確かにちょっと今回はそれを撮影していこうと思ってですね、やっていきたいと思います。 OK。 今何されてるんですか？はい、今は食器を洗ってご飯を作ります。意外と家庭的なんです、私って。あのですね、最初に説明しておきたいんですけども、僕らはもうね完全に役割分担してまして、今から僕が編集をすると、そしてねこのビジネス彼女がご飯をこれから作ってくださると、はい、そういうことなんですね。で今日は何のご飯ですか？今日は秘密です。ご飯はいつもいろんなものを作ってます。でもいつも秘密です。教えろよ。なんでなんか嫌じゃん。いやこっちのセリフ嫌だよ。じゃあ待ってますね。ちょっと冷蔵庫の中見ていきます。嫌だ見ないで。じゃあちょっと僕は今から編集していきたいと思います。頑張ってください。頑張ります。じゃあほんと頑張ってください。頑張ります。お分かりかと思いますが、僕たちかなりの昼夜逆転生活を送っています。本当に自粛期間で逆転したよね。マジで真逆。やばいよね。今夜でキムチを食べます。これはまあ割と普段からモカは結構意味不明ですね。ねえ、ブリッコやめろ。ブリッコじゃない。何してるんですか？はい、何してるんですか？ちょっと待って。いや大丈夫大丈夫、編集してる。編集してないよ。してるしてる、本当にしてる。ちょっと今あの市場調査してる。他のいろんな YouTuber の人動画見て編集して、今研究してんの。今研究してんの。この時の僕は編集せずにただただ YouTube 見てましたね。最低やん。なんかね本当にね集中力続かないタイプなんですよ僕。勉強でもそうなんですけども。お腹減った。お腹すいた。あと何時間ぐらいかかる？あと10分。え、マジで？うん。さあ、ああ、果たして今晩の食事は何でしょうか？え、待って、言うて終わったわ。終わった。終わった？うん。早くね。終わっちゃった。今日のご飯はデゲデゲデゲデン鍋です。やったー。つまりそれは今日は最高ということだ。最高。あ、これは片付け中ですね。っていうか僕鍋って最強だと思うんですよ。なんでかっていうと、言うてそんな準備に時間かからない割には特別感あるじゃないですか、うん、もうこれね最高のコスパなんですよ。あったかいしね。え、それは関係なくない？ あと今回の鍋なんですけど赤からなんですよね。めちゃくちゃ美味しい。本当に美味しい。これはおすすめ。はぁ、あ、疲れた。何もしないけど疲れた。美味しい。俺が食べた鍋しが一番うまい。子供の頃からなんだけど、爪を早くできないかな。聞いて聞いて。ぶりっこすぐ手あげるから。爪ガリガリしてなんか爪のささくれみたいな作るんですよ。見て、こういう風にちょっと中指立てちゃうんだけど。立てんだよ。ちょっと中指立てちゃうんだけど。立てんだよ。失礼だよ。こういう風に、まあ、まあご飯の前はこんなしょうもないだらっとした話をしています。この早送りした部分の会話はまあ気が向いたらサブチャンにでもあげようと思うので、まあぜひ登録してくれると嬉しいです。気向かなくてもあげて。早く食べた。みんなそうだよ。2人しかいないじゃん。そこのナレーション何話せばいいかわからん。もうなんかそんな時に話すことがないんやけど。早く食べたいみたいな歌歌えばいいの。何それ。食べたい食べたい、ルン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 。やばお前、意味わかんないだろ。も笑い方。ということでですね、やっと鍋が完成したので開けていきたいと思います。オープン。うわーうまそう。おいしそう。めっちゃうまそう。あちゃあちゃあちゃあ、ちょっと待ってもらっていいですか？マジでこれめちゃくちゃうまいんでね。食べよう。ぜひ皆さんも食べてみてください。ということでじゃあどうぞ。100熱い。いただきます。あーふん。熱い。いただきますね。いつもより辛く感じ。
どうですか？やばい、美味しくない？ご飯と一緒に食べるのがマジで美味しいんですよ。ごちそうさまでした。これから食べていきます。っていう、まあ撮影の裏側ですね、これは。なんか恥ずかしいな。ちょっとこの映像見てるだけでもめちゃくちゃお腹減ってきちゃったんですけども。お腹すいた。今日の夜も赤からどうですか？食べたい。赤から決定。やった。ご飯追加で1丁です。358円です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいと入ります。ありがとうございます。ちょっとこれ言いたいんですけど、うん、モカ食べるスピードマジで遅い。そんなことない。カレー並みに遅い、ほんとに。遅いは全然食わんから残すわ。ほんとにね、ダンパー処理まで支えてるんですよ、ここは。すいません。不満いっぱいですよ。すいません。食事終わりになると携帯いじり出してダラダラ過ごしてます。まあ大体リプ編とか YouTube のコメント読んだりとか、まあそういう YouTube 関係のことだね。うんうんうん。合わせてありがとうございました。動画でも出したんですけど、俺この板チョコがめちゃくちゃ好きなんですよね。だいたい食後はアイス食べてます。私はダイエット中なので控えてます。動画撮ろう。よし、動画撮ろう。よし、動画撮るよ。動画撮るよ。起きろ。16歳、みんなのアイドル、モカです。嘘です、クラブです。まあ、大体いつも撮影はこんな感じで始まります。うん、結構遅め。めっちゃ遅い。じゃあ、お疲れ。バイバイ。またね。バイ。お気をつけて帰ってください。ならバイバイ。ということで、彼は帰っていきました。家が近いのでですね、こんな感じです。私は今から食べたものを片付けてお風呂に入って寝ます。見てくれてありがとうございました。バイバイ。見てくれてありがとうございました。バイバイ。But that's okay, I don't need